はご覧のようにロボッツダニエル・オチョプどういった活躍を見せるかどうかというところで、さあまずはイーグルスが木村からドライブ、それぞれファーストオフェンスで、ね、得点を取ってますので、はい、まだ分かんないですけどちょっとハイスカーになるかも分かんないですね。そして伊藤大和ソウが持っていく、そしてもう一度拾った、オフェンスはまだイーグルス積極的でした。伊藤大和序盤の点の取り合いから一点ここは自分たちのバスケを外からしていこうというロボット外から来ました。二宮選手がですね、ボールマンにかなりプレッシャーかけてるんですよね。ダニエルが押し込んでいきました。イーグルスが速いバスケットを展開したいところ、しっかりとこのオフェンスを沈めましたね。二宮からマニワへ、そして宇沢に渡ったロボッツ、さあインサイドを使って見応えありますね。ここはこのビッグマン同士のマッチアップはね、今ね、はい、ローソン一つ目のファールです。いやこのこれを拾ってダニエルに戻すマニワ、イーグルスがね先ほどからこのリバウンドを取られてるんですよね、はい、今のようにセカンドチャンスで決められるのはねダメージ大きいですからね、はい、高さを生かしていく、1つ目のファールです。イーグルス、そのイーグルスのオフェンス、ローソンが入っていくが、ゾーンですね、はい、これを取りたいイーグルスという青木さんの話があるわけですよね。ここはやはり継続してね、はい、せんのでね、はい、やはり5人がこうアウトサイドに出て、はい、特にペイントアタックしていくっていう方法がいいと思いますね。カモ平尾、そしてこの福田2番の選手、ジャーラが持っていく、杉本から赤村、外に振ってスリーを狙ってくる、中が空いた、もう一度いきますロボッツです。イーグルスはこのリバウンドを取っていきたいが、さあここを突破していきたいイーグルスです。伊藤が運ぶ、伊藤が運んでいくぞ、どうだ、これがイーグルスのオフェンス。そして、まあ、リードしているロボッツですが、本当にこの第1クォーター途中からディフェンスのプレッシャーも強くなってきましたよね。そうですね、はい、スリーポイント決まっている、いるのがベンジャミン・ローソン、伊藤ドライブで逆のサイドから決めてきました。さあそしてこのペイントの激しい争い、いやうまい、冷静です、柔らかいシュートですよね、はい、間際が逆の方向、画面の奥に流れていきました。二宮が入っていく、いやよく決めた、いや技ありですね今のはね。さあ追いつけるかというイーグルスのオフェンスです。第2クォーターはまもなく4分経過します。ローソンがいた、いやーバーがね、はい、ちょっと多くなってますよね。さあその流れを作っていったとも言えるこのダンク、ちょっとこうパス遅れてるんですよ、それをそうですね、つかり合い激しいバスケットを展開していく。ソウが運ぶ、伊藤、おー、シェリフ、ここタイムアウトですね。そうですね、さあイーグルスボールで試合始まっています。カノ、カノがドライブ、リバウンド、もうこれもイーグルス、高いっすね。イーグルス、ソウがリバウンド、そして運ぶのは木村、木村、木村からローソン、33対27、リードが広がっています。リードしているローソンが止まらなくなって、左が空いている、木村の左が空いていますが、一度高い位置に戻す、飛び田を使ってくる、やはり攻撃のリズムができてくると、こういった一回ローソン選手を、ね、休ませているので、はい、ロボッツとしてはチャンスなんですけども、運ばれた木村たちでしたが、ロボッツはこのローソンいない中でどう展開するか、苦しいシュートを決めていく。
ニコラスが取りに行くというところで、さあ取った、あさらに取り返す、人数優位はイーグルスか。いや富田選手が乗ってきましたよ。このリバウンドを取りたいロボッツです。そしてその流れを使っていく、そうそうシェリック申請が、ね、出ましたので、はい、今キッカ選手としてね、はい、活躍してますね。ロボッツもここは決めてきます。うわー、タノバだ。これを出してはいけない。オーバーをしてもですね、はい、アウトバンズになってスローインになればいいんですけどもね、今のように持っていかれちゃうとですね、はい、ダメージ自体も大きいですからね、イーグルスのフォールも大きくなっているウィングアリーナカビアです。いや今日富田選手がもうノリノリですね。できたということは一つこう明るい兆しになったかもしれませんね、後半のこの時間。それを封じ込めるような、もう一度行く、ニコラスのドライブ、ニコラスが決めてきました。もう一度、さあロボットが 中にはなかなか行けない外を使ってきた。カノが運ぶ、そしてローソン、カノに渡って外を使うか仕掛けてくるか、ローソンを使う、高い、多いんですよね、ここでこういうプレーですね。そうですね、そうただまあロボットとしてももう一度この流れを引き寄せるためには何かをしなければいけないんですが、タイムアウトは取らないですかね。どこかでまた来るだろうというのは、ね、あるでしょうから、はい。いやしかしこのローソンのボッツもちょっとね今アウトサイドだけになってますから、はい、そうですね、こういうプレーをね、はい、でいいと思いますね、はい、やはりインサイドでしっかり起点を作るということがね大事かと思いますね。というところでまだつなげていく、これはファイティングイーグルス名古屋拾いました。リバウンドも取ってそう、リバウンド、はい、ローソン選手がねしっかりソー選手も見えてるんですよね、二宮はここにいました。2番の福澤が拾って二宮から起点にというところで、間、いやー加野君がやっぱりベテランですね、冷静な判断でした。マッチアップしている山本、外に戻して外からドライブ、空いたところを使ったジャーラが決めます。もう一つロボッツが詰められると、はい、面白くなってきますよね、残りは5秒で左が空いた、いいですね、ニコラスの左が空いていた、そこを使ったニコラスかな、メドリー、ガロボッツもプレッシャーをかけていくが、それをかわしていく、そうローソン、外を使う、インサイドから入っていく、バスケットカウント、宮のスリー、リバウンドを拾った、バスケットカウント、わからないという試合展開。ここでニコラス、さらに間にはもう一度ニコラス、キングイーグルス名古屋70点に乗せましたが、ロボッツの速い展開、ニコラス、そしてダニエルを使ってきます。でもというところだったんですが、ショットクロック24秒使いながらというところ、逆にロボッツを速攻、間際です。さあ二宮外から行く、ここで二宮スリーが決まった、さすがですね。残りは1分半を切っている中、リバウンドを、あーっとここで、笛を吹いて止めます。ウィルスはこのプレスをねしっかり運びたい、見てますね、ロボッツのプレス、ファール、イーグルスはもう時間をたっぷり使っていくかどうかというところ、ただ消極的にいくとこういった形でロボッツがボールを奪う。二宮外にいる、もう一人使って外を回しながらのスリーが来た、スリーが来た、後ろから行ったという判定でしょうか、杉本のファール、
ですね。はい、今1本落としてくれましたから、井口としては正解ですよね。はい、2投目も高知県人という、ね、そうですね、アシスタント県人 で、ね、はいはい、そういったベテランの高村が今入ってきています。81-73としました。さあ、ロボッツはこのオフェンス、ロボッツらしい形で見せていきたい。インサイドを使っていく、ここはもう2点はいい、大丈夫ですからね、はい、なおも激しいプレッシャー、イーグルスはかわしていきたいところなんですが、もう1本来るか、どうだ、拾って、もう1回、これは認められましたか。